にちは、言語化プロデューサーの岩見です。今回の動画では何かを達成する時の3つの方法についてお話したいと思います。日本語の語源というものを調べていくことによって、これらのやり方っていうのが実は様々あったんだってことに気づいたんです。なのでぜひ皆さんが自分に合ったやり方、そこについてお話していきたいと思います。まず1つ目が習うというやり方です。あまりにも当たり前のように聞こえたかもしれませんよね。実はこの習うという言葉の意味は、誰か人に教わってそれを繰り返しやっていくことでご自分の身につけていくという意味があるんですね。実は慣れるっていう言葉が語源にあるっていうふうに言われたりもします。まあ、習う慣れる近いですよね。つまり誰かに教わったことをこう自分でこう繰り返していくことによって、こうどんどんそのことに対してこう慣れていきますよね。そういうことによって自分のものにできる、習得できるようになるっていう考えがこの習うというやり方なんです。このやり方っていうのは、教えてくれる人がしっかりいるっていうところがポイントです。そして次が学ぶやり方です。習うと学ぶってなんか言葉違うけど、意味ほとんど一緒じゃねって思う方多いと思います。そうなんです、半分は同じ意味なんです。学ぶってことの意味には、実は誰かから教わって自分がそれをこう学習する、学ぶっていうこともあるし、あるいは教えてくれる人がいなくても、この人素敵だなとかっていう人がいた時に、そこから学ぶっていうことも実はできるんです。この学ぶっていう言葉の語源、実は真似ぶから来てます。真似ぶってつまり真似をするってことですよね。そうなんです、上手い人の真似をすることでどんどん上達をしていくっていうことが学ぶという考え方なんです。さっきの習うというのは、必ず教えてくれる人がいるよって言いましたよね。なんですけども、学ぶ場合は教える人がいるパターンもあるし、教えてくれる人がいなくても、あ、この人素敵、この人みたいになりたいと思ったら、その人の真似をするっていうことで、その人のやり方を自分で勝手に学ぶということができるんです。なのでちょっと意味が違ってくるんです。そして3つ目、分かる方法です。これ分かる方法っていうと、なんか途端に意味が分かんなくなっちゃうと思うんですけれども、分かるっていうのを漢字で書くときに、こう1分2分の分っていう字でこう書かれたりとかすると思います。もちろんこう日本語では結構ひらがなで書くことも多いんですけども、漢字で書くときには分を使います。つまり分けるというところから、この分かるというところが導き出されているんです。じゃあ分けるってどういうことっていうと、物事っていうのは実はすごく複雑に絡み合っていたりとかするってことがあるんですよね。例えば自動車なら、自動車を作るって言った時に、ちょっと最近テクノロジーが進んできて、こう 3D 印刷機みたいなものができて、こう最初から車の形にこうプリントができるみたいな感じのこう立体的なプリントもできてきてはいるんですけども、そもそもはこう様々なパーツが分かれていて、それらをこう組み合わせていって中で最終的な車というものが出来上がっているっていうところなんですよ。なので、この考え方が分かるという部分にすごく関連してます。もし明日の会議の準備をしとけよって言われた時には、その会議っていうものでどんなことをするのか、そこに何が必要なのかっていうことを細かく全部リストアップしていくんです。そして、あ、ホワイトボードが必要だよね、プレゼンを映すためのモニターが必要だよね、プロジェクターが必要だよね、あるいはこう参加者のリストが必要だよねとか、参加者に配るレジュメが必要だよねであったりとか、机や椅子がどれだけの数必要なのか、あるいはそこをどういう形にセットをしておくのがいいのか、あるいはその会議の中で時間を計ってしっかりこうみんなでやらなきゃいけない、こうタイムウォッチが必要だよね、あるいはマイクが必要だよねとか、さまざまな必要なもの出てくると思います。それらを全部分けていく考え方なんです。会議という一つの場に何があるのか、それを全部細かく割っていくんです。でさらに今度は物として割るっていうやり方と、あとそれを今度時間軸で割っていくっていうことが必要になってくるんです。
その準備の時間として、こう机のセッティングをするのに例えば10分、あ、ホワイトボードとなんとかとなんとかはどっかから借りてこなきゃいけないであれば、それを借りてくる時間みたいなところで、総務に鍵を借りに行って、あ、じゃあ30分前から準備すれば足りるかな、あるいは1時間前からやらないと準備できないなみたいなところ、そういったものをこう横の軸で言うと必要なものリストみたいなものがあって、今度縦の軸で言うと時間としての何分前までに何をしておくみたいなところのリストみたいなところをこう細かく今分けてますよね。こういうふうにたくさん分けることで、ざっくり会議の準備をしてねって言われた時に、会議の準備大変ってドーンってならずに、大丈夫大丈夫、会議何が必要、そして何時からやればいいっていう風にしっかりと細分化していくと、その一つ一つのことであれば大したことじゃなくなるんですよね。ホワイトボードを借りに行かなきゃいけない、これ子供のお使いみたいに誰でもできますよね。つまりいつも自分が会議に参加はしてたけど準備をしたことがない人間っていうのは、こう何をしていいのか分かんなくてキャーってテンパってしまいがち。でもそれに何が必要なのか、どれだけ時間かかるのかっていうのをこう分けて考えることによってできるような、つまりこれが分かるということなんです。先ほど言った通り、車の構造あるいはビジネスの構造も全部同じなんです。一つのものを見るとすごく複雑で絡み合っていてできているようなもの、でもこれを細かく分解していってしまうと、たった一本のネジとかたった一枚の紙とかになってしまったりするぐらいシンプルなものに分けていくことができるんです。なのでこんな風に自分がもし分かんない大変って思った時には、分けてみるっていうことをやると簡単に理解ができるようになるんだっていうことがあります。そうすると今まで自分がこんなことはできないと思ったことも、細かい一つずつのパートになった瞬間に、あ、なんだ、自分でもこの細かいパートを一個ずつやっていけばできたじゃんっていう風になります。多分このやり方っていうのはある意味ステップになっているかなっていう風に私思ったりもするんですね。まず最初は習うということで、人に教えてもらって何度も何度も繰り返すことでそれに慣れていく、そういうことをして自分に身につけていく。そしてこの次の段階で学ぶというところ、つまり教えてくれる人がいなくても、あの人のやり方素敵だなとか思ったことを自分からどんどん真似をして自分でやっぱり身につけていく。もう今度は誰かに教えてもらわなくても自分でそこをどんどん習得していくっていう技が自分なりについてきます。で、当然これ誰かの真似をするのも一回真似しただけでできるようになるわけじゃないんですね。なので一番最初のこう習うというところでやった、何度もやっぱり繰り返すっていうことをやることはすごく大事になってくるんです。なのでこの習うっていうところをして、この慣れていくっていう繰り返しをするっていうところのルーティンをしっかりやるっていうところが身について、今度学ぶ、誰かの真似をしてそれをまた自分でこう繰り返しやっていくっていうところですよね。で、さらにというか、もしかしたらその時々に必要になってくる考え方として、この分かるための分ける方法というのがすごく重要になってきます。こうパッと見すごいことができている人って、うわーこの人すごい、真似したいけど無理っていう人とかいると思います。自分が素敵だなと思うような人たちの真似をしようと思った時に、こういきなり真似しようと思ったら、うわ全然できないと思ってびっくりすることとかってあると思うんですよ。簡単にやってるから私もできるかなと思ってやったら、うわこんな難しいことあの人やってたんだみたいなことに気づくこと結構あります。そんな時にはぜひこの分けるっていうテクニックから細かい部分だけ少しずつ分かるようにしていくってことをしていくと、この学ぶ、つまり真似をするっていうことも上達がしやすくなるというふうに思うんです。例えばすごく自分が憧れている営業の先輩みたいな方の真似をしたいなと思って、いきなりそのスーパー営業マンの真似って全部はできなかったりするんですよね。でもじゃあ彼が日々やっていることのパートだけをちょっとずつ真似していくんです。例えば彼がいつも元気よく挨拶をしているみたいなところで、あ、だから彼はすごく好印象なんだなみたいなところの挨拶だけ最初に真似をする。もう毎日必ずおはようございます、元気いっぱい挨拶をする。あるいはその方がやってることで、あ、いつも
彼は誰かのことを褒めてるなと思ったら、次は様々な人を観察していいところがあったら褒めるっていうのを次に取り入れてみるみたいな感じで、彼がやってる行動の素敵だなと思うところの、いきなり彼みたいになりたいっていうのもでかすぎるんですよね。そうではなくて、彼のやってる挨拶を真似してみよう、声掛けを真似してみよう、でそれが少しずつできるようになったら、営業の時にこんなことやってみよう、あんなことやってみようみたいな感じで、こう彼のやってる行動をこう細かく分けていくんですね。それを一個ずつ、それらを取り入れていくことによって、彼がやってた全体の真似ができるようになって、自分のものに習得できるようになっていくってことが見えてくると思うんです。そんな風に上手な方たち、あるいは自分よりも先に進んでいるような先輩たちみたいなものに話を聞いて習ったり、あるいは学んだり、あるいは彼らのやってる行動を分けて自分で少しずつ身につけていく、そんなことを取り入れることによってどんどん上達していくはずです。ぜひ皆さんもトライしてみてください。編集長岩民の伝わる文章の作り方講座、2022年3月19日からスタートします。過去2年間にわたってさまざまなテストを行ってきながら、みんながどんなことに困っていたりとか、どんなものを知りたいのかっていうのを調べながら作り上げてきた、もう自信作の講座です。文章を作るための基本フォーマットから、心理学を応用した影響言語と言われているようなテクニックまで、どうしたら人に伝わる文章が作れるのかをしっかりお伝えしています。実際に皆さんに文章を書いてもらいながら、それを私が添削するみたいなこともするので、かなり実践的な講座になっています。本気で文章力を上げたいと思う人はぜひ参加してください。オンラインでの開講なので、全国どこにいても参加可能です。皆さんの参加お待ちしております。これからも皆さんの言語化のお手伝いたくさんやっていきたいと思います。よければチャンネル登録してください。ありがとうございました。